どうも、どうぞれです。はい、ということで本日もこちら、クラッシュライル、お送りしていきたいと思います。さあ、ということで、今日はね、真面目な、動画でございます。最近結構お送りしている、その道のプロに聞く、立ち回り講座というところでですね、今シーズン私、ペッカで、展開を目指しているんですけれども、やっぱりクラロワにはいろんなデッキがあって、で、そのデッキごとにやっぱ立ち回りを変えないと、ただ同じ感じの出し方をしていても、勝てないといったところでですね、今日は26ホグのスペシャリスト、北志さんにね、来ていただいて、立ち回りをちょっと、教えてもらおうかなと思います。まあ2.6 ホグ多分苦手っていう人結構多いと思うので、これを機にね、あ、こういう糸口があるんだ、こういう攻め方があるんだっていうのを、学んでいただければなと思います。北下今、グローバル70位でバキバキに仕上がってますね。というところで、まあ、1戦目見ながら、やっていきましょう。で、以前ね、ケンツネス選手にもね、習ったんですけれども、26ホグとか、まあ、ホグライダーデッキ、基本的にホグライダーデッキに対しては、その、ホグがないタイミングでのケツペッカ、これが一番嫌っていうのを聞いていたので、それをちょっと意識してね、1戦目は戦ってみました。1戦目結論から言うと、結構いいとこまでいって、あ、このね、スケルトン足しが相手うまいですね。これスケルトンをホグの後ろに足すことによって、ラムライダーの投げ縄を意識して、多分ラムライダーが来るっていうのを分かってて、スケルトン足したと思うんですけど、ラムライダーの投げ縄が、ターゲットがホグ以外に行くので、今みたいな感じで、追加ユニットを出さざるを得ないといったところで、ちょっとしてやられましたね。で、序盤はなんかいい感じに、お互いやったんですけれども、ここでラムライダー投げて、で、ホグライダーが相手手札に一番遠い状態だったので、ここでケツペッカしたのかな。で、このケツペッカはかなり、タイミングとしては良かったというところで褒められましたね。相手のカードの回ってくるイメージ、ホグライダーがどのタイミングで奇襲かけてくるかなみたいなところは常に意識しておいていいかなと思います。相手マジックアーチャーに必ずファイアボール打ってきますね。で、ここでペッカも体力かなり残って、ラムライダーの追加でっていう、この形がね、多分26ホグに対しては、かなりきついのと、ペッカラムだけではなくて、おそらく、高回転で26ホグに勝てるデッキってそんなに多くないと思うので、基本的には高回転の土壌で戦わない。で、ホグライダーに対して、今までペッカで防衛するものだと思ってたんですよ。あ、ここのライトニング防衛は、ダメって言われました。はい。そう、ペッカーって守りで使って、で、ホグライダーに対してペッカ出して、そこから形作るもんだって思ってたんですけど、それは実は良くなくて、やっぱ攻めで、この防衛ペッカも、まあどうなんだろう、ここはね、いい感じにカウンターに繋がったんで良かったんですけれども、基本的には、ペッカーを防衛であんまり使わない、みたいなのは意識した方がいいかなっていうところですね。ここはホグライダーギリギリで抑えてペッカも入ってあとちょっとだったんですけどね、ライトニングもあればというところでしたが、あと少し240削れずに、北島選手の勝利という感じでございました。まあでもこのシリーズは勝ち負けよりも、立ち回りですね。まず今の私の良かったポイントからいきましょうか。良かったポイントとしては相手の手札にホグライダー、切った後、ホグライダーが手札にないとき、相手に攻め手がないときに後ろからペッカで、ペッカラムの形を作った。あれはね、26ホグからするとかなり嫌だと思うので、まあ、使いとかペッカ使いとかいろんな、デッキを使ってる人いると思うんですけれども、26ホグが受けきれない、しっかり形を作るっていうのを意識して、戦っていきましょう。で、悪かったポイントとしては防衛ライトニングですね。防衛で、アイゴレー、マスケット、ホグライダー、これに対してライトニング打ったら美味しいかなと思ってたんですけど、あれはユニットで守って逆サイドにもユニットやっぱ使わせるべきと、ダメージを少しでも受けても、ダメージを普通にねタワーに受けても、ライトニング、は防衛で使わずに攻めで使ったり、あとその分エリクサを攻撃に使ったりというところで、あそこは強要してね、カウンターにつなげるべきっていうアドバイスをいただきましたね。あとは、ホグがない時のケツペッカはいい感じだったと。ライトニングですね。だから結構ね、そのラムとかペッカで守るっていう意識だったんです。ホグに対してはペッカラムで守るっていう意識だったんですけれども、じゃなくてユーノとか、エルビズとかそういう別のユニットで許容しながらタワーにちょっとダメージを受けながら守って、そっから、ペッカラムの形を作っていくっていうのが結構いいらしいですね。で、最後にアドバイスもらったのが、ここはもうここラム出すべきですね。ここちょっとアドバイスもらったばっかりで、他のユニットで守れっていうのをね、言われたんで、ラムさっと出せなかったんですけど、絶対守っちゃダメっていうわけではなくて、今のはラム出していいです。なぜならペッカも来てないし、うん。で、ここでやることなくなって結局ラム飛ばしてるんで、今のは、ラムでしっかり守るシーンでしたね。そこの見極めが難しいですよね。ある程度で守って攻めに転じるポイントなのか、もしくは、ここはきっちり守るポイントなのかっていうのを、しっかりこう、守りのモードなのか、攻めのモードなのかっていうのを意識しながら、立ち回っていかないともったいないなという感じです。ここから倍速でいきますね。ここからケツペッカしたのかなあ、ユーノ出して、ホグライダー来たのか。ホグライダー来た後に、ここ5打つかなと思ったんですけど、5打ってこずに、ここで後ろからケツペッカです。相手がエリクサーを使って、ホグライダーが、ね、まだないタイミングでのケツペッカですね。ここはかなりいい感じと、後でからね、褒めてもらいました。で、ここでエルウィズ出して、エルウィズだけだったらね、ファイボではやられないので、ローリングウッド来るだろうなっていうのを見てからの、ラムライダー。こうすると相手かなりきつそうでしたね。ここの、ペッカからの攻めの形はかなり良かったという感じです。ペッカラムってペッカだけで攻めても通らないし、ラムだけで攻めてもやっぱ通らないので、ペッカプラスのラムっていう形を、まあ、とにかく作っていくっていうのをイメージ。結構ね、やっぱ改めて上手い人に教えてもらって、全然こう、デッキの立ち回りのイメージが変わったというか、ここのラムライダーはたまたまですね、相手のホグライダーといいタイミングで被って、まあ、ただ左は攻めの形できずに、まあ、最後はちょっと、あまりいい感じじゃなかったと。難しいですね。やっぱり一回崩されてしまうと、なかなか焦っちゃって、ユニットもいい感じに出ずと言ったところでね、ボロボロになってしまいました。ケツペッカのタイミングは、1戦目から言ってるように、ホグがないタイミング。で、それ以外の、やっぱり守るときと攻めるときみたいなメリハリっていうのを、ちょっと2戦目はできてなかったので、そこはちょっとイメージ、したいですね。1回目のケツペッカはすることがなくて、めっちゃ受けがしんどかったですと。だから相手もね、攻めにエリクサを使わないと、相手にエリクサ使わせれないんで、形を作られると本当にきついという感じですね。で、3戦目はちょっと悪い例というか、あんまり良くなかったケツペッカが出てしまいました。まずお互いイチャイチャしていくんですけれども、このね、基本的には、このペッカデッキっていうのは、まあ、左右に振りながらね、こんな感じで、相手にユニットを引き出していくっていう戦い方が基本なんですけど、26ホグに対しては、まあ、あんまり、こう、街から作った方がいいみたいな、感じでしたね。まあ、確かにラムライダーもペッカも、他のユニットもね、ホグライダーの受けとしては優秀なカードが多いので、ここは許容しながら、相手がここ1個数で2枚、3枚使ったんですよね。これ3枚使った、このタイミングで私ペッカ出したんですけど、まあ、相手が確かにホグライダーを使った後ではあるんですが、3枚も回してるので、ここでケツペッカをしちゃうと、相手逆サイドにこのアイゴレホグが、作れるんですよね。で、まあもちろんマジアチャじゃ守れずに、このまま大ダメージを食らってしまって、さらにこのケツペッカもね、あんまりうまくいかせずに、うまく守られてしまうといったところで、ここのケツペッカは最悪でしたね。もうこれやってしまうと、まあ、正直勝負が決まってしまうかなっていうところで、さっきのケツペッカと、全然違うのが、要はその相手のホグライダーが回しても回ってこない、だから2枚以上奥にいる、時ですね。だから戦ってる時にそれを感じ取るのって結構難しくて、だから相手がホグライダーを使った後に何枚カードを使ったかっていうのを意識しとかないと、もちろん把握できないですよね。そこまでちゃんと把握して、私もね、これ戦ってる間に、あ、今なんか1コス何枚かチラチラっと使ったなっていうのをなんとなく感じながらペッカを出しちゃったので、だから、あそこのケツペッカ、っていうのは、まあ良くないなっていうのを、まあ初めは感じれればいいかなという感じでございますね。だから、ケツペッカをするタイミングがホグを使った後っていうイメージじゃなくて、相手がホグを出せない、時っていう感じでね、考えていれば、まあなんとなく理解はできるのかなという感じです。あと、基本的にケツペッカは2倍からの方がいいですと。初めの方は、まあ待って、守って、2分間我慢して、最後の1分で、一気に形を作る。あと、防衛で使った、例えばエルウィズとかが残った時に、ラムライダーを足すっていう形があるんですけど、これはね、結構守りやすいから、まああまり意味ないというところでね、最後の試合見ていきましょう。まあいろいろね、いろんなデッキとちょっと戦わせてもらって立ち回りとか聞いてるんですけど、マジでクラロは奥が深いですね。本当にこんなに長く遊んでて、これだけやってるのにまだまだ勉強することがあるっていうのはすごいことですよね。さっきの戦いと違って今回はラムライダーきっちり、序盤はもう守るっていうことに徹して、ラムライダーで守りつつ、あ、ここねたまたま入りましたね。ユーノがいい感じに大砲も一発殴ってくれて、ラムライダーが一発入るという美味しい展開でした。でこんな感じで、まあ、序盤は、まあ、普通に相手のユニットを誘ったりね、基本的には待ちがいいらしいんですけれども、待ったりしながら、ここは左のファイアボール誘ってますね。右に、マジックアーチャー出しちゃうと、削られてる右が削られてしまうので、みたいな感じでファイアボールをね、逆サイドに、釣ったりしながら、まあ、誘惑していきます。相手がホグライダーあるの分かってるので、ここはもちろん、後ろからのケツペッカはしない。ゆっくり、相手のユニット、サブユニットをやっつけながら、まあ、言うのですね。でも26ホグとか、やっぱ上手い人が多いし、ね、戦ってるとね、勝てないっていうことが多いので、さあここは、左はしっかりホグライダーを抑えつつ、ここの防衛とか落ち着いててよかったなと思いますね。ラムライダーに対して防衛ユニットをまた出させてるので、こっちの役割としては OK と。いう感じです。で、ここで普通だったら私ペッカ出してたんですけど、ここは一回マジックアーチャーで、左に出しましたかね。ここでマジアチャ出して、この後のホグライダーが来てから、ケツペッカしようっていう感じの、イメージで立ち回ってます。だから序盤の作り方としてはこれぐらいゆっくりで、全然大丈夫。ただ、ここでダメージリードをかなり取られてしまってると、ここからの逆転が難しくなってしまうので、まあ、序盤の防衛がどれだけ大事かっていうのが、わかりますよね。さあ、ここで、相手が、ここ右にホグライダー来るかなと思って、いうのを出しつつ、あ、左にホグライダー来たねっていうところでラムライダー。ここはもう、ラムを出さざるを得ないですね。捨てるかラム出すかみたいなところだったんで、もうここはしっかりラムを出して、右にもユニット出したかな。右にもユニット出して、これもうちょいダメージを抑えれましたね。ペッカを後ろから出していきます。で、こうなると、ホグライダーを左に出されたと、ここですね。ここで、ライトニングを今まで私打ってたんですよ。アイスゴーレム足されて。ライトニングって思ったんだけど、ここはライトニング絶対ダメらしいです。だからこの守り方は後で褒められましたね。こんな感じで、ユニットで守りつつ、右の攻めにこうつなげていくと、さらに左にユーノがフル満タンでいるんで、これ相手左にもコスト割きながら、右のユニットをこう抑えていかないといけないので、ここで攻めのいい形ができたんですよね。これ多分北支社以外の、プレイヤーだったらここでもうタワー落ちてると思うんだけど、北支社の防衛がうますぎてこうちょっと、うまくいかず、しかもライトニングを持ったんだけど、右落ちずっていうところでした、ここちょっと落としたかったですね。今の、落として11交換にしてまたさらに、そこからっていうところだったと思うんですけれども、今回は守られてしまったという感じでございました。まあでも、一番最後の試合が多分、一番最初の試合がね、ダメージ的には惜しかったんですけど、多分最後の、戦いの立ち回りが、本当の立ち回り。だから最初の2分間はうまく、抑えて抑えて待って、防衛して、でそこから、2分切ってからっていうか、1分切ってから、後ろからペッカ、相手がホグライダーないタイミングで後ろからペッカで今みたいな形で作っていくっていうのが相手が一番嫌というところでですね、今回は北支社選手に来ていただいて26ホグとの立ち回り、こちらをねいろいろ教えてもらいました。あとライトニングの使い方からね甘いっていうのがコメント欄とかプロ選手とかにも教えてもらってるので、ライトニングがねどうしても打ちすぎちゃったり逆に握りすぎちゃったりして、あ難しいですよね。ライトニング無駄打ちしないようにしようって考えてると反応が遅くなっちゃったり本当に打たなかったりしちゃうので、まあ、ちょっと程よいね、ライトニングっていうのをイメージして、頑張りたいなと思います。あと結構まちまちでいいってことだったんで、まあ、ちょっと、しっかり待つっていうのを意識してね、立ち回っていきたいなと思います。はい、というところで、じゃあ本日はですね、北支社に来ていただいて、2.6 ホグへの立ち回りっていうのを、学んでいったんですけれども、北支社の、チャンネルリンク下の概要欄に貼っておりますので、ぜひ、北支社の動画もチェックよろしくお願いいたします。他にもね、いろんなラバとかジャイとか、枯渇とか、いろんなデッキに対しての立ち回りっていうのを上げておりますので、ぜひそちらの動画もチェックよろしくお願いいたします。というところで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。